他の層も一緒なのか。みんな死んだ、私だけだ。すまない、助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた。それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか。苦しみに敵味方があるのでしょうか。敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様。どうしたのだ。近くに猛虎が集まり、戦の支度を。兼ねたの木に逃げるべきです。逃げたとて猛虎に追われるだけだ。城に着くまでに一人残らず死ぬぞ。ですが殺傷はできません。村の者がそれに納得するか見ものだな。ノリオ、どう思われるかよりも何が正しいかを重んじるのだ。かつては炎上の真似をし、今は酒井様か。己の頭を使え。己ごときが兄の名を出すな。やめよ。俺とノリオで戦えばよい。お主らは隠れている。お断りします。殺傷はしませんが逃げもいたしません。俺は村を回り急ごしらえだが策を講じておく。村の者を集め隠れるように言え。屋根から見渡せそうだ。みんな、自分の家族を連れて、ひとところに集まれ。よく見渡せる。壁はない。どこからでも攻め込まれるな。家族も友も、近所の湿地へ逃げれば、はぐれる者が多く出るだろう。いい餌食だ。集まれ！こっちだ！慌てずともよい。ここに集まってくれ。寺か、隠れがいいな。誰もはぐれるな。あれは香炉か。中の灰に火薬を混ぜ、濃い煙を起こせば姿を隠せる。村の者はノリオラに任せ、俺は猛虎と戦おう。おとりになれば時を稼げる。酒井様、集まりました。
皆を連れて寺へ。私も戦います。もし寺が襲われたら誰が民を守る。承知しました。覚悟はしておけ。方針と互いに助け合うのだぞ。みんな、猛虎がつく前に寺まで行こう。敵はお侍様が倒してくださる。皆さんどうか範雄の申す通りに寺に身を隠すのです。村外れで待ち構えておくか。火をつけるとするか。煙はお気に召すかな。
ノリオ！サカイ様！これは何事だ。猛虎に襲われ後ろを取られた時に方針が身を投げ出して矢を受けて。お主らは波の武士より勇ましい。叫び声を聞くまで方針がいたことに気づかず、振り返った時にはすでに死んでた。己を責めるな。良いな。土牢の覆いが外されるたびに仲間が殺された。ある時酒の匂いをさせた兵が来て私の手を掴んで引っ張ったら、兄がそいつに飛びかかったんです。飢えていて怪我に苦しみながら私を守ろうと。ノリオ、もう良いぞ。いえ、お聞きください。私は残され、奴らは兄を引きずっていった。杉寺から南へ火星に行った僧は皆死んだ。私を置いてみんな立派な僧です。私が死ねばよかったんだ。同じことを考えてきた。何度もだ。なぜ俺たちなのかは分からん。だがな、島の民を救えるのは我らのみ。赤島の民を生かしたのはお主らだ。忘れるな。民は忘れん。寺で助けがいるとノリオが申しておったな。
人だったのか。ああ、どこから見ても生きてる人だった。鎧を整えてもよろしいでしょうか。鎧を仕立て直しましょうか。志村様は自由になられた。これで平和だ。何百もの火が一斉に空を飛んで昼間の火が遠くに投げつけて奴らが持ってる。
神を殺したという者もいれば、かつて対馬の振ることを記した此度は人知れぬ戦いを語らん。残虐で恐ろしき変化が民を脅かしておる。助けを乞う者の声に導かれ、クロードが冥府よりよみがえる。猛虎は菰田の浜に降り立ちし時、恐ろしき鬼どもをあまた島へと解き放った。鬼は情けすら持たず人を食らう化け物。しかして対馬のクロードたちが立ち上がる。クロードは一人のみというものもあるが、まことは四人なり。一人目は侍と合するクロード。誉れ、一族、故郷のため刃を振るう強者だ。クロードは恐れを知らず、いかなる苦境にも立ち向かう。おい、動きちゃうはずだ。そして守り、これを知らねば戦には勝てぬ。防ぐことのできぬ攻撃もあるが、動きを見極めて回避すれば恐れることはない。クロードが扱う暗具の一つは敵の動きを止める苦内。槍が相手であろうと鍛錬を積めば破れることはない。神の癒しを得るべくクロードは太鼓を打ち鳴らした。侍は太刀をより代にして神の力を借り受けることで相手の命を吸い取れるようになる。侍の道を極めれば
目にも止まらぬ勢いで敵を切り伏せられよう。八門の怒り。クロードであろうと勝利の喜びはひとしおだ。だが思いは言葉ではなく仕草で表す。侍にとっての宝は誉れ、そして主。こうした勇ましき者の英雄譚は後の世まで語り継がれることだろう。弓取りは弓を得意とするクロード。遠く離れたところより狙いすました一本の矢で鬼を成敗する。クロードは人知をはるかに超える技を持つと信じられている。五感を研ぎ澄ますことで遠くから敵の居所を探ることができると。ひとたび高いところを制すれば容赦なく敵の頭上に矢の雨を降らせられよう。敵のむくろから道具が手に入ることもある。クロードは尋常ならざる速さで崖を登ることすらできる。戦の最中では島中の百姓も武家もクロードの働きに望みをかけている。そして貢ぎ物を置く者も現れた。弓取りはさまざまな矢を使い分け敵を仕留めることができる。例えば鎧をうがつ鋭い矢、そして火の神の力が込められた不思議な矢。あいつ仕留める。まだ見つかってない。さらに竹三日土が作ったという矢には敵をしびれさせる力がある。驚いただろう。と敵の頭へと飛び立つ何本もの矢を一度に放て。撃ち連れのマナカ。遠くから狙いすます弓取りと異なり、刺客は音もなく敵に忍び寄り瞬く間に命を摘み取る。はさながら夜の神。誉れを行く道を捨て敵を欺く怨行を身につけた。クロードは草むらに身を隠し、姿を見せるのは敵を葬る時のみ。背後から近づき、ささやくがごとく静かに命を奪う。屋根から屋根へと素早く移り、坂兵の目をかいくぐる。鍵縄を用いて軽やかに飛ぶ様は風に運ばれているかのようだ。綱のような細い足場すら難なく渡ってしまう。すべては一つの手落ちもなく狙った者に確かな死を。刺客の特技は姿を消して目には見えぬ霊魂となり瞬く間に敵を闇討ちすることだ。そ
そして奥義は闇に身を潜める死の神となること。雷のごとき速さで敵を切り捨てる。闇ガラス、その場にあるものを生かし隠れ殺めるという兵術を編み出したことで畏敬の念を集めている。そして最後のクロードも他に劣らぬ働きを成したる勇者。対馬の民と少量のため太刀を振るった浪人だ。浪人は味方の傷を癒し、さらには死者を蘇らせたという。クロードたちは仲間と力を合わせ多くを語らず策を練る。かたじけない。行くよ。仲間が倒れたとて大事な地に印をつければ仲間もたどりやすくなるだろう。無人は獣の式神を呼び出して加勢を命じられる。力を合わせるぞ。ルムを構える。浪人に主はおらずとも孤独に戦うわけではない。倒れた者がいれば不思議な力で傷を癒やす。力を合わせ故郷を脅かす猛霊に立ち向かう。猛虎の勢が海と浜とを踏みにじる音に鬼が目を覚まし対馬の村々を襲った。山からはあやかしが下り古の墓所からは恐るべき怨霊が蘇る。対馬はかつてないほど英雄を求めた。さあわしの語りを聞いてくれ。後の世にこの話を伝えるために知られざるクロードの忌憚を。お話ししたい伝承は
たくさんございます。どの話にいたしましょう。痛ましい話ですぞ。これは血に濡れた悲しみの物語。猛虎は対馬の双子を一人残らずさらい、その魂を捕らえた。対馬の民は双子らを救う勇者を求め、クロードたちが立ち上がる。捕らわれた双子らを追い、猛虎のもとへと急ぐ。あいつ、仕留めるよ。おい、アルボー、
クロードがたどり着いたのは猛虎の亡類だが、囚われた双子はイズコへと消えたのか。街道に深く刻まれた車輪の跡が哀れな双子の行方を示している。クロードは後をたどった。ダッシュ、ノーブレイク、まだ見つかってない。あいつ仕留めるよ。果たして荷車を見つけたが、双子の姿はない。唯一の手がかりは車輪の跡。それは森の奥へと続いていた。いざクロードは双子を救い出すべく車輪の跡を追う。さらわれた双子たちは悪しき力で猛虎の勢力をさらに増すための逃げとなっていた。悪しき力の正体をクロードは知る由もない。今心を締めるは無事に双子たちを救うことのみ。もうこの荷車は街道を進み、幾人かの番兵をつけて何かを運んでいた。
あいつ、まだ見つかってない。武器を構えて。あいつ、仕留めるよ。まだ見つかってない。あいつまだ見つかってない。バンペイは全て葬った。あとは荷車を調べるのみ。荷車から身の毛もよだつものを見つけた。いくつもの真の像、双子たちから抜き取られたばかりのようだ。時すでに遅し。だが行き先を調べねば。双子の真の像を取り込むことで兵たちは互いを結び合わせる力を手に入れた。つまりたとえ一人倒れたとしても片方が生きている限り決して死ぬことはないのだ。クロードは敵の先陣を見つけた。残虐な猛虎兵を許してはおけぬ。
あいつ仕留めるよ。まだ見つかってない。あいつまだ見つかってない。あいつ仕留めるよ。Ne kusum tanka? Som son günahşı. Oy! Bu da o kıkçı harfa! Çık beni! クロードにはかなわず、敵は朽ち果てた。対馬の双子が食い物にされることはなくなったが、より大きな災いがまだうごめいている。魂を結び合わせられるのは般若というあやかしだけのはずだが、それは別の機会に語ることとしよう。
対馬を守ったクロードの話、お聞きください。どの話にいたしましょう。お侍、あなた様は鬼に勝てるとお思いですかな。奴らは四方から襲ってきますぞ。